One more night in my bed. Good morning. おはようございます。久しぶりの波数 Vlog 撮っていこうと思います。こないだの購入品紹介動画でも言ってたんですけど、最近旅からね、帰ってきてから若干日常動画撮れなくなっちゃってスランプに陥ってます。まあでもね、ちょっとずつやはりリハビリがてら撮っていくのが必要かなと思って、今日はね、休みでジョーカーのね2見に行く予定があって、六本木の東宝シネマズ行くんですけど、それ以外はね、朝にちょっと打ち合わせがあるのと、事務作業というかね、いろいろちょろちょろするのがあって、まあ聖林館食べ行こうかなって思ってるんで、まあ聖林館食べ行ってジョーカー見に行くっていうだけのなんてことない日常を撮っていこうと思います。じゃあ早速ね、今日も楽しんでいこうかな。行くよ、ジョーカー。あーで、今日のね、コーディネートをちょっと紹介しようかな。これ、この間の購入品動画でもご紹介していた、リバーバレートのチノパンを履いていってます。これね、めちゃくちゃいいです。なんかこう、割とワイドなチノパンなんですけど、パターンがすごい綺麗で、足長効果というかね、なんか存在感のある、チノパンですね。生地がすごくね、光沢感があって、モールスキンみたいな感じなんですけど、めっちゃかっこいいです。でね、休日結構こう楽な服にしがちで、今日ちょっとチャリ、ピストバイクで行こうかなと思ってて、雨降りそうなんですけど、ちょっと朝ピストで行って一回家帰ってくるから、ポリプロイドのこのロンティーで、ちょっと動きやすさベース。で、なんかね、ちょっと寒いから、なんか着てきたいんだけど、これ着てこうかな。ウェルモードのヤクのニットベスト。ちょっとまだタグがついてる。これももう購入品紹介動画でね、紹介できてたらいいんだけど、これ可愛いんですよ、めっちゃ。こいつを羽織って、まあ、これだけでもちょっと寒いかな。どうかな。うん、かわいいね、これ。ジップがつかない。オッケー。ジップあ、ついた。こんな感じで、ベレー帽はね、昔買ったカシラで買ったやつですね。今日はこれで、靴はね、何にしよう。で、これ靴下がね、ファミリーマートのローゲージソックスのネイビーミックス。これめっちゃいいよ。普通に600円。これかなりいいね。なので、雨だからゴアテックスのワラビー履いていこうかな。そんな感じでやっていこうと思います。それじゃあ行ってくるぜ、ジョーカー。あ、今日ジョーカー見るからね、やってます。今日つけていく時計はカルティエのタンクソロ、トゥアレグのリングとエルメスのシェーヌダンクル。これで行こう。今時刻はもう10時。まずは仕事の打ち合わせに行ってきます。ジョーカー、ちょっと違う。じゃあ、たまにはね、ちょっとね、チャリの説明しようかな。サドルはコンコールというのの白いサドルに、
フレームはダーカスワンマスターっていうちょっとストリートのフレームをね、もう10年ぐらい前になんか友人に譲ってもらったので組んだんですよね。でこの間ちょっと修理をねしてきて、フロントのホイールが壊れちゃって、ホイールはねこれねメルカリで買ったんですけど、結構いい感じのホイールでしたね。で後輪はちょっとリムが太いやつを使ってて、チェーンをねめっちゃ錆びてたんで、黒いマッシュっていう確かブランドの黒いチェーンに変えたらスタイリッシュになりました。でもこの錆がやばいね、こいつちょっと変えたいんだよな、まあ、だいぶ年季入ったチャリっすね、まあ、ポイントはこのここのこれなんて言うんだっけな、ステムだったかな、がかなりなんかゴツめの、なんかこうこれもねヤフオクで買ったんですけど結構気に入ってて、ガンダムみたいなこのボリューム感が気に入ってます。ハンドルはもうミニマムな感じですね。まあ、オールブラックでシンプルな、サドルだけちょっと白でアクセント持たせたピストです。とね、カゴをちょっとつけたいなと思ってて、シルバーのやつをちょっと買ったんですよ。届いたらまたちょっとつけて乗ろうかなと思います。ちょっと雨が降ってきてしまいました。こちらは中目で僕が好きな古着屋のオルゴーですね。ヨーロッパ古着メインに販売していて、すごいセンスのいい古着屋なので、近く来た人は行ってみてください。レザーとか、ちょっと入ろう、行ってみようかな。購入 LLB のダークブラウンのね、めちゃくちゃいいショートブルゾンがあったんで購入しちゃいました。オルゴーやっぱいいね。オルゴー、こちらは中目のイソップですね。今新製品のエレオスアロマティックハンドバームっていうのを打ち出してますね。ラベンダーのハンドクリームが可愛いですね。中目来た際はおすすめのショップです。中目黒のイソップ。やっぱ中目の昼飯といえば聖林館です。聖林館に来ました。うわマジうまそう、胃に放り込むぜ。ジョーカー、ごちそうさまでした。ジョーカー、聖林館のピザは世界一です。最高にうまい。よっしゃ、帰ってきたぜ一度。ああ、オルゴーでLLBのめっちゃいい感じのブルゾン買ってきました。なんかいい古着見つけると購入してしまうんですよね。ちょっとねブラウンのスウェードみたいな、ピックスキンみたいなスウェードみたいな、ちょっとこうショートのブルゾン買いました。これ購入品紹介でもね見せたいんだけど、内側のこのチェックのね裏地とかすごい可愛くて、ちょっと着てみる。これいいよマジ。ちょうどなんかこういうのヘリルとかで出てたなと思って、なんか渋めな色気出るよね。
これいいわ。たまにこういう古着やっぱいいのあるとテンション上がっちゃうよね。さてちょっと休憩して、今日六本木でね映画見るから、ジョーカー見るからね、ジョーカー。なんでまだあと2時間ぐらいあるんで、チャリで行っちゃおうかなって思ってます。なんかチャリ修理してからちょっとチャリ欲が今増してて、いい運動にもなるし、結構ねこう自然の空気感じながら移動できるからね、めっちゃいいっすねチャリ。雨はもう今日降らなそうなんでね、ちょっとチャリ移動で今日はチャリの一日ということで、チャリチャリだけにシルバーチャリオーツ LLB。 そこまでね古いモデルではないみたいですね。この内側のデザイン可愛いよね、こう円形になってるというか、この色がねなかなかこういう深みのあるブラウンの色ってないんですよ。めっちゃいい感じ、今季着たい感じですね。いいね。で今日ねちょっと朝着てたウェルノードのやつもちょっと色味似てるね。今ちょっと濃いめのブラウンが気分な感じ。これもめっちゃ可愛いっすよ。いい感じです。なんだかんだ時間潰してたら結構ギリギリになっちゃったんで、アンブロ履いてスポーツ仕様でダッシュで六本木までチャリで向かいます。一応ねチャリで25分なんだけど、もうねあと30分後映画始まっちゃうんで、25分のところ15分で行きたいと思います。ちょっと今から時間計っていってみます。よーいスタート。やばい遅刻です。めっちゃ暑い。なんだかんだ30分ぐらいかかっちゃいました。てか駐輪場がね全然見当たんなくて、じゃあ最後ね5時間無料のところが六本木ヒルズにあったんで置けたんですけど、もうねあの予告編始まっちゃってる。映画は予告編から見るタイプなんで急がないと。いやー意外と六本木までは遠かったですね。暑いね。しかしいい運動になった。今からジョーカー2を見てきます。ジョーケー急げー、急ぎます。来ました、ホアキン・フェニックスとレディ・ガガ、ジョーカー4 year 2。フェノム、あ、こっち間違えた。始まってるぜ。今日はスポーティーしよう。ジョーカーやばかった。結構衝撃的な作品でした。またワンとはだいぶね違う感じでしたね。面白かったです。結構好きだったな、ジョーカー。絶対見るやつ、ベノム。またマーベル好きの3人で見ていきます。さあ暗闇だね、チャリ乗って帰るぜ。六本木の夜はいい景色ですね。東京っていう感じです。そう、X もなんかすごそうだね。シルボーも見たいし、このオアシスのライブの映画も見たいね。このポスターかっこいいな。いや、ジョーカーはね、ホアキン・フェニックスのジョーカーの時のスーツの着こなしがかっこいいっすね。そして、結構ね、ミュージカル調というか、歌のシーンも多くて、レディー・ガガー、やっぱり歌はね、いいよね。しかし最後の方にかけて結構衝撃的な展開で、かなりなんかこうインパクトある作品でしたね。なかなか好きな作品でした、ジョーカーの
数ですね。なかなかね賛否あるみたいで、ちょっとミュージカル調なのが苦手な人とかは微妙だったって声も聞いてたんですが、まあ、なかなかなんか新しい、なんかその歌を歌うシーンが結構ジョーカーの狂気的な部分をかなり演出していて、とても面白いなんかスタイル、新しい感じでしたね。ぜひ気になる人は劇場で帰りたいと思います。ジョーカー。さあ、ね、リバーバレートの血のパンとアイアムドークのパンツ、ちょっとね丈が長くて擦ってたんで裾上げに行きました。楽大の裾上げといえばここ音色、古着屋なんですけど結構裾上げ丁寧にやってくれて、楽大近辺住んでる人おすすめです。いやチャリめっちゃ暑いわ。いい運動しましたよ。さあじゃあ締めのね乾杯に行きましょう。いやお疲れさんでした今日一日。もうね時間今9時ぐらいっすね。うっす、ちょっとグラス入れないでこのままいっちゃおう。じゃあ今日仕事の人もね休みの人もお疲れ様でした。乾杯。やっぱ札幌黒ラベルだね。いやということで今日久々ね日常 Vlog 撮れたけど、やっぱいいね日常 Vlog をね、死ぬまでじいさんになるまで撮ろうと思ってるから、みんな見てくれよな。じゃあということでまた次の Vlog とか動画でもお会いしましょう。これからも応援よろしくお願いいたします。それではアリー。